従っていただけないので、恐れ入りますので、確認いただきます。マスクしないから、戻してくれますよね。他のお客様の安全を守れないという判断をさせていただいたので。またマスクをめぐる機内トラブルが起きました。おととい昼過ぎ、奥尻空港、ハック、北海道エアシステムの函館行きの便で、福岡県から旅行に来ていた男性が、機内でのマスク着用を拒否。その理由を客室乗務員から聞かれても答えなかったとして、離陸直前に飛行機から降ろされました。機長から飛行機を降りるよう命じる赤い紙を受け取った男性。なぜマスクの着用を拒み続けたのか。HTBの取材に応じたこの男性は。以前ですね、ちょっと飛行機で気を失ったことがあって、マスクするとちょっと苦しくなるんですよ、普段から。最近ちょっと蕁麻疹も出たりしてですね、皮膚科に行ったりもしてるんですけれども、できない理由があるんですかと聞かれたので、まあ、答えたくないので、答えませんと言ったんです。一方、ハックは、マスク拒否の理由を明確に答えてもらえなかったため、安全の確認ができなかった。体調面でマスクができないなどの理由があるなら、きちんと説明してもらえれば、後期までの措置は取らなかったとしています。この便は、およそ30分遅れで函館空港へ出発しました。マスクをめぐる機内トラブルは先週も。釧路から関西空港に向かうピーチアビエーションの機内で、乗客の男性がマスク着用を拒否。客室乗務員に大きな声を上げるなどしたため、臨時着陸した新潟空港で降ろされました。マスクの着用に応じなかった理由について、男性は。自分の、内面に、関わることを、それを、公衆の面前でお話しするということは非常に不適切かなというふうに思いまして、あくまでも任意のお願いであることに対して、義務であるかのような、形で、お願いを受けることは、ちょっとおかしいのではないか。